Recent scientific discoveries have been revealing the unmistakable identity of the Creator, identity which is one now we may call the fingerprint of God. The evidence of Earth's last civilization is a 1995 book by Graham Hancock in which he echoes 19th century writer Ignatius Donnelly, author of Atlantis. Here is another echo presented by Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. In Japanese、今皆さんにですね、ミロのヴィーナスと、東京国立博物館に展示してあります釈迦流像の髪の毛の照合をご覧いただいています。で、この照合で注意していただきたいことはですね、髪の毛のパターンは全く同じであるということです。まあ分かりやすく言えば数、位置が同じであるということですね。ただ注意していただきたいのは、ミロのヴィーナスの髪の毛はですね、やや、まあ、前方にせり出しているということです。そして釈迦流像の、髪の毛はですね、ミロのヴィーナスの髪の毛に比べてですね、やや後退した途中から始まっているということです。そのためミロのヴィーナスの方がですね、額が狭く見えます。一方釈迦流像の方は額が広く見えます。それを勘案してと言いますか、それを注意して髪の毛の照合を見ていただきたいと思います。で、こうした照合ではですね、特に分かりやすい髪の毛を選ぶということですね。で、ポイントポイントにそうした点を選んで、そこを起点にして、まあ、髪の毛を精査していくということです。で、このミロのヴィーナスも釈迦流像もですね、顔の前面から髪の毛が後方に伸びています。その時に途中途中で2つ、さらにまた2つというふうに分かれていきます。そして、まあ、最後頭部ではですね、大変髪の毛の数が多くなるということです。で、まあ、途中から2つに分かれていくということですね。で、これはですね、まあ、いわゆる、まあ、釈迦流像といいますか、もっと言いますとガンダーラ仏すべてに、まあ、総じてそれが言えるわけですね。で、先般もですね、ある、まあ、方からですね、まあ、ヨーロッパ在住の方なんですけども、いわゆる、まあ、ガンダーラ仏がその売りに出てるんだけど、まあ、一度これ本物か偽物か見てほしいっていうふうに、まあ、依頼を受けたことが あります。で、その時にですね、まあ、髪の毛を見た時にですね、その髪の毛というのは、今言ったパターン、すなわち、前の方からですね、後頭部に行くにつれて髪の毛が2つに分かれていくっていうパターンを無視していたわけですね。まあ、最初からも2つに分かれたり、くっついたり、あるいは途中から2つに分かれたというように、まあ、乱れていたわけです。ですから私はそれを偽物と判断しました。まあ、その偽物と判断するには他にも理由があったわけですけども、要するに一つの、なんて言いますか、鑑定の基準にもなるわけですね。まあ、それはいいんですけども、今ご覧いただいているのが、まあ、これがミロのヴィーナスです。そして釈迦流像ですけども、ウェーブの数も同じであるということです。そして団子の位置がですね、まあ、ミロのヴィーナスは後頭部についてますが、ガンダーラ仏は、まあ、上についているということですね。そしてこのガンダーラ仏を横伸ばししていますと、まあ、よく似てるって言いますか、皆さん自身でご覧いただくとわかりますように、輪郭が同じであるということですね。で、私はこういったところからですね、ミロのヴィーナスと釈迦流像はですね、同じデータベースを使って作られた像であると判断しました。まあ、このように髪の毛を一本一本精査していきますけどもね。で、私も最初ちょっと、髪の毛の生え際でわからなかったと言いますか、迷ったんですけども、ミロの髪の毛というのは、前の方から始まっているということです。そのミロの髪の毛の途中からですね、いわゆる、まあ、やや額上がり込んだところから、釈迦流像の髪の毛が始まっているということです。まあ、要するに、まあ、ミロのヴィーナスの方のね、髪の毛をカットして、まあ、額を広くして作られたのが釈迦流像ということになります。で、注意していただくとわかりますように、まあ、大変よく似ているということですよね。で、まあ、東京国立博物館へ何度も足を運びまして、精査していた時のことですけどもね、まあ、写真を撮っていいか
っていうような許可を求めたんですけども、まあ、フラッシュはダメだっていうふうに言われたんで、まあ、軽い押し問答があったわけですけども、その時に、まあ、学芸員の方がね、やってきまして、で、私、まあ、いろいろと質問したわけですけども、ガンダーラ仏の髪の毛についてですね、みんなパターンが同じなんだけども、どうしてですかって聞きましたら、まあ、その学芸員の方はですね、もっと高い地位の立場の人だったかもしれませんけども、その方がおっしゃってくださったことはですね、まあ、昔はですね、師匠がですね、先生がですね、作るものを見て、そして弟子たちが懸命にそれを真似て作った。だから似てるのは当たり前だというような回答をいただきました。それはだけど、ガンダーラ仏について、まあ、そのようなことは言えるわけですけどもね。では、このように、ミロのヴィーナスと、まあ、釈迦龍造の髪の毛が同じであるということは、まあ、どのように考えたらいいかということになってくるわけです。で、一般的にはですね、ガンダーラ仏というのはギリシャ彫刻の影響を強く受けているというふうに説明されています。もっと言えば、ひょっとしたら、ギリシャ彫刻を作っていたね、まあ、彫刻師がガンダーラへ渡って、まあ、ガンダーラ仏を作ったということになるわけですよね。まあ、そういうふうに思わせるような言い方で一般的には説明されています。ですから、まあ、このように似ていてもおかしくはないと言いますけども、髪の毛ですからね。髪の毛がこのように似るっていうことは、まあ、どういうことかっていうことになってくるわけです。しかも、世界を代表する、まあ、現在ですよ。世界を代表する彫刻である、ミロのヴィーナスと、そして、まあ、東博の中でも最重要と言われている釈迦龍造の、まあ、像ですよね。このように一致しているということです。で、大変奇妙なことに、この団子、頭の上にポコンと出てますね。あの団子もですね、縦、横というふうに、こう、線が変わってますね。いわゆる頭の上と、そして後頭部ですから90度違う。だから線も90度違うということですね。まあ、ここで今、サイズコンパリズム見ていただきましたけども、大きさは全く正確に2倍なんですよ。ミロのヴィーナスが、まあ、線が2倍ですね。ですから、体積比にしますと、まあ、なんて言いますか、8倍。長さ比にして、長さ比って言いますか、まあ、いわゆる体積にして4倍なんですね。ですから、頭蓋骨の大きさも4倍。ですから、釈迦龍造は、現地行って、って言いますか、東博行って見ていただくとわかりますけども、小さいんですよ。まあ、大きめのリンゴぐらいの感じという感じですね。そして、こうして、まあ、布の彫り方を見るとですね、まあ、よく似ているというレベルを超えて同じだということです。で、これをどう理解するかということですね。で、最初に言いましたよ、先ほど言いましたよね。まあ、ガンダーラ仏っていうのは、ギリシャ彫刻の影響を受けてる。強く受けてるって言い方をするわけです。まあ、本当にそうでしょうかということと同時にね、それだけで片付けられる問題かなというふうには考えています。で、後でちょっと紹介しますけども、プレアフィヒアとラホールですね。ガンダーラ仏のメッカと言われているプレアフィヒアとラホールをつなぎますと、その直線はですね、アテネを通って、それからオリンピアを通って、ナスカの、まあ、滑走路とやってくるわけです。そこで一本の滑走路と繋がっていきます。その滑走路もありますね。ですから、まあ、私はガンダーラ仏と、まあ、ギリシャ彫刻というのは、にはですね、同じ、まあ、私たちが神々と呼ぶエイリアンが絡んでいたと判断しています。まあ、このように、まあ、精査、繰り返しやってみたんですね。ただ、まあ、ご存知のように、まあ、ミロのヴィーナスの方は、やや破壊が進んでますから、精査しにくい部分もあります。で、まあ、しかし、繰り返しになりますけども、髪の毛の数1、それからウェーブは同じであるということですね。で、特に注意していただきたいことは、その、まあ、髪の毛一本一本には、ランダムの係数って言いますか、ランダム指数がかけられているということですね。要するに、太くなったり細くなったりしているということです。それは違います。ですから、一見すると違ったように見えますけども、やや離れたところから目を細めて見ていただきますと、同じということがわかります。繰り返しになりますけども、まあ、同じ髪の毛なんですけどもね、同じ位置にその髪の毛があるんですけども、それがまあ、太くなったり細くなったりしているということです。そこに注意してくださいね。それから両方の髪の毛で注意していただきたいのは、そして前から後ろに後頭部にかけて髪の毛が伸びてますね。その髪の毛はいかに細くなってもなくなるということはないんですね。ちょうど髪の毛と髪の毛の間に隠れて、そしてまたその後、後ろの方でまたスーッと現れてきたりしています。で、このことはですね、やはり東京国立博物館にあります、釈迦座像をですね、比較していて気がつきました。で、斜めから撮った写真が
で精査してたもんですからね。それで髪の毛の太い髪の毛と太い髪の毛の間に細い髪の毛が隠れてしまうんですね。で、おかしいなと。そんなはずはないんだけどなということで、再び、東京国立博物館に足を運びまして、今度は真上から90度ですね。先生に対して、真上から、写真を撮りました。そうしてみたら、その細い髪の毛がですね、正確にやっぱり刻まれていました。しかもですね、特に釈迦、座像の方で見ると分かりやすいんですけども、細くなってもね、太さが1ミリ以下になっても、まあ、正確に彫り込んであるんですね。で、ただ今、右下の釈迦立像の方はですね、磨きが強くかかっていると思います。まあ、こうした大理石の像っていうのはですね、後で磨くわけですね。まあ、ヤスリか、まあ、ペーパー、今まで言うとね、ペーパーのようなもので、ペーパーヤスリのようなもので磨くわけですね。いわゆる、テカテカにするわけです。ですから、細い線が消えますね。しかし、釈迦座像の方はですね、その線が残るわけですね。磨いてないわけです。その代わり、ザラザラ感があります。そういったザラザラ感はありますけども、それが残っているということですね。それから、この釈迦立像の場合はですね、全体に髪の毛の断面図が出ますが、まあ、一様に丸みを持って彫られています。一方、釈迦座像の方はですね、八角形、七角形の多角形、断面図がですよ、に彫られています。ですから全体に釈迦立像の方は丸みを持った像として表現されています。それがわかるんですね。で、釈迦座像の方はですね、全体に角張った感じがします。そういったこともちょっと考えて比較していただくとわかります。で、まあ、斜め前からも比較していましたが、先ほど言いましたように、ちょっと、ミロのヴィーナスの方が前にせり出しています。一方、釈迦立像の方は、その途中から、後頭部にかけて髪の毛が始まっているということです。繰り返しになりますけれども、そのため、釈迦立像の方がですね、額が広くなっています。ミロのヴィーナスの方は、今ちょうどわかりやすいですね、額が狭くなっています。で、まあ、こうしたその作り方のコンセプトが全く同じであるということですね。そして、布の表現の仕方もこれまた同じであるということです。まあ、これをどう解釈するかですけどもね、また先ほどの話に戻りますけども、ガンダーラ仏というのは、まあ、ギリシャ彫刻の影響を強く受けているということになっていくわけですけども、まあ、強く受けるにしても受けすぎだということですね。で、私は当初ですね、この髪の毛がよく似てるなという視点から、まあ、検証を始めたわけです。で、調べていくうちに、まあ、おかしいぞと。ちょっと今これ着色してますけども、こうしてまあ、メインとなる、まあ、基本となる線、まあ、髪の毛を中心にして、まあ、着色して、そして調べていったということです。これ218号、もっと先に調べてるんですけどもね、もう、この動画を発表してから、まあ、4年弱になりますね。先般2016年の8月から5年目に入りました。で、こうして髪の毛を今、こうしてまあ途中に、ポイントを置いて調べていくわけです。まあ、ざっと見ていただいても大変よく似ているということは皆さんにもお分かりいただけると思います。ただ、まあ、右下のね、釈迦立像の方は耳がありますからね。その耳の部分で線が途切れてますけども、基本的には同じだということです。で、左のミロのヴィーナスは今度逆にね、上半分に、てか3分の1ほどに冠をかぶっていましたからね。その分だけ、いわゆる髪の毛が、まあ、押しつぶされている感じがしますね。まあ、そういうようなことを、まあ、注意しながら、こうして比較してみてください。まあ、同じことを繰り返して恐縮なんですけども、右のね、いわゆる前頭部から後頭部にかけて、まあ、髪の毛が流れていく。その時に途中で後頭部に行くにつれて髪の毛が2つに分かれていくということですね。ですから、まあ、最後頭部では髪の毛の数が、うんと、まあ、多くなって、それ、まあ、綺麗に並んでいるということです。で、まあ、この釈迦立像、の場合に、まあ、これは余計なことですけども、気がついたことはですね、これだけ精緻に作りながら、まあ、他のガンダーラ仏みんなそうですけども、表から見ると極めて精緻なんですね。そして完成度も高いわけです。で、しかしね、今度後ろから見ますとね、本当にこう、なんて言いますか、大理石をですね、なだで割ったように、まあ、雑なんですね。このアンバランスさも大変気になりました。普通はそんなことしませんよね。まあ、表から綺麗に精緻に作ったらですね、その余力って言いますか、流れの中で、まあ、見えないところも大事にするというような、まあ、私たち人間だったら、そのような考え方が
生まれると思うんですけども、皆さんも今度ね、ガンダーラ仏など、まあ、を見られたらですね、後ろから見られたらいいですよ。ものすごい表から見ると聖地なんですけども、このガンダーラ仏に限らないんですけどもね、ものすごく聖地なんだけども、裏から見るともうこれ、まあ本当に岩をですね、まあ、ナタで割ることはできないかもしれませんけれども、ナタで割ったように雑で粗雑なんですね。そのアンバランスさに、まあ皆さんも驚かれると思いますね。まあ、見るところは、まあこうして綺麗に作った。しかし、後ろの方までは、まあ手が回らなかったということにもなるわけですね。特に口なんかも全く同じなんですね、これ。まあ、そして、まあ、わかりやすく言えば、ガンダーラ仏って言いますか、ミロのヴィーナスを、ヴィーナスをですね、まあ横を縮めして作ったのが、あの、横をね、狭めて作ったのが、ガンダーラ仏ということになるわけです。で、ガンダーラ仏の方は、まあ、目がね、半分閉じてますから、やや見にくいところもあります。ということで、まあ、続く動画も、もう少し解説してみたいと思います。Bye for now. お断りしておきますけども、今画像を見ながらね、アフレコで説明しています。で、私の画像と言いますか、動画編集ソフトはですね、左上に小さな窓のようにしかその画像が見えないんですね。ですから、まあ、アフレコで入れる私としては大変やりにくい方法なんですけども、まあ、そのためですね、話の内容がですね、ちぐはぐと言いますか、になるかもしれませんけども、どうかお許しください。まあ、もう一度その同じようにミロのヴィーナスと、まあ、釈迦流像をですね、比較してみます。で、こういうところで困るんですね。まあ、次にですね、何が出てくるかわからないっていうのが、この、まあ、アフレコの怖いところなんですよね。いわゆるまあ、以前作りました動画をそのまま載せて、そしてそれにアフレコを載せるっていうことがですね、まあ、結構、まあ、大変なんですよね。で、まあ、これ213号ですから、2013年の3月2日です。現在は2016年の8月ですからね。まあ、ずいぶん前に作った動画です。で、この頃はですね、ほとんど注目もされませんでしたし、まあ、見た方がですね、まあ、皆さん、まあ、大変厳しい意見を寄せてくださいました。まあ、そういうもんだろうなというふうに思ってますけどもね、思っていましたけどもね、まあ、これが釈迦立像です。日本の国宝にもなってますね。で、右がミロのヴィーナス。左がですね、ごめんなさい。右が釈迦立像です。で、先ほど言いましたように、釈迦立像の方が目をやや閉じているんですよね。で、口を見ていただきたいんですけどもね。で、やや立像の方が幅が広くなっています。で、ミロのヴィーナスの方がやや口が狭まっている感じですね。まあ、小さい口に表現されているということです。まあで、あと、鼻がですね、ミロのヴィーナスの方がやや幅広くなっています。そういったところを除けば、よく似ているっていうレベルを超えて同じだなぁと。で、まあ、ここでフィンガープリントっていう言葉を出しましたけどね、まあ、神々の指紋であると。まあ、そういったタイトルの本がね、数年前大変こう話題になって、いましたので、その言葉をちょっと拝借させていただきました。で、同じようなことをこうやって繰り返すわけですけども、こうして、まあ、見ていただくとわかりますように、まあ、髪の毛がですね、まあ、よく似ているってことにまず気がつくわけです。そして、太い髪の毛がぐぐぐっとこう、ね、うねりのようになっていて、その間に細い髪の毛が見えていると。で、私は最初気がついたのは、この、まあ、生え際ですよね。生え際が同じじゃないかっていうふうに気がついたわけです。そこがこの謎解きの限定でした。そして、まあ、まあ、例によって例のごとくね、常識ってものがありますからね、誰にもね、作られた常識ですけども、まあ、ガンダーラブっていうのはギリシャ彫刻の影響を受けたんだってことになりますけども、距離的に、そう簡単に影響を受けるような距離でもないんですね。そして、同じようなところをこうして拾ってみて、そして、まあ、マーキングしたりして、あ、同じだな、というふうに気がついていったわけです。まあ、皆さんも注意深くご覧くださいね。で、まあ、こうした謎解きっていうのはですね、まあ、いろんなその、まあ、この時はどうなんでしょうね。私、もうね、今言いましたように4年近く前になりますから、その当時の印象っていうのは、まあ、よく覚えてるな。これで気がついたんですね。ミロのヴィーナスの髪の毛が前に出ていて、ガンダーラ仏の方が後ろに後退していると。で、途中から称号したということですね。
わかりやすく言いますと。で、最初初めの、その生え際のところからやったもんですから、なかなか合わなくてね、苦労したんですけども、そうではなくて、ミロのヴィーナスの髪の毛がやや、向かって左側の方に後退したところから、右下のガンダーラブスの髪の毛が始まっているということに気がついてからは、まあ、楽に照合できるようになりましたけどもね。で、このミロのヴィーナスと、まあ、右下のガンダーラブスの特徴はですね、ウェーブのかけ方の位置も同じだということです。で、今度はですね、まあ、別のところで証明しましたけども、釈迦立像と釈迦坐像ですね、共に東京国立博物館に展示してありますが、ちょうど相対峙して展示してありますけども、ウェーブのかけ方が逆転してるんですね。まあ、そういうこともありますから、逆転していたゆえにですね、照合しにくかったこともあります。しかし、このミロのヴィーナスと釈迦立像は、ウェーブのかけ方、縦にスースーとウェーブがかかってますね。そのウェーブの、まあ、位置、それから本数も同じですね。まあ、それも、まあ、皆さん今ご覧いただいてますから、お分かりになると思います。そして、この同じところですね。分かりやすいのは、この立像の耳のですね、付け根のやや右上、今赤線で示したところですね。あの髪の毛、全く同じものがミロのヴィーナスの方にもありますから、まあ、それを、そういったところを基準にして見ていただきますと、よく分かるんじゃないかと思いますね。で、まあ、こういった時にも、やっぱりこの、まさかのまさかという気持ちが働くわけですよね。それは皆さん、ただ誤解なさっていると思いますけども、最初に結論ありきで、私が無理にこうしてこじつけて、まあ、合わせたっていうのは、それはよくそういったその批判いただきますけどもね、そうではなくて、実際には私自身がですね、心のどこかでブレーキをかけながら照合していたということですよ。そこは誤解なさらないでくださいね。そんなはずはないだろう。そんなはずはないだろうってね、思いながら、俺、そんなはずないことが起きたってな感じでね。そして調べていったっていうのが、この髪の毛の現象だったんですね。で、もう一つやっぱ注意していただきたいのが、ミロのヴィーナスの方が、髪の毛の彫りが深いですね。それから髪の毛が途中で時々折れています。これは破損したっていうのは、拡大してみますとよくわかるんですけどもね。そうした部分で、照合がしにくいところもありますし、彫りが深いって言いますか、髪の毛のね、彫りが深い分だけ、なんて言いますか、影ができるんですね。光の影が。で、それでその髪の毛と見間違うところもあります。で、まあ、今言ったように、破損しているところもありますからね。ですから、ミロのヴィーナスの方が破損程度が大きいということになるわけです。まあ、そういったところも、やはりこう注意して、検証って言いますか、比較してみるということですね。まあ、100歩譲ってもとにかくよく似てるんですよ。で、ここで最初の、まあ、命題に戻ってくるわけですけども、で、まあ、いわゆる、3D コンピューティングテクノロジーを使いますとね、髪の毛だけはですね、表現できないんですね。まあ、現在、私たちが知っている、まあ、3D プロッタープリンティングのテクノロジーを使ったその像っていうのもですね、まあ、写真を撮って、それを元にして、まあ、立体彫像を作るわけですけども、その時に髪の毛だけはですね、写真で撮っても、まあ、それを表現できないわけです。細すぎますからね。まあ、そんなもの本当に彫ったとしたら、もうすぐ折れてしまったり、壊れたりしたりしますからね。そこで髪の毛だけは別データを貼り付けて、まあ、実際には今、現在私たちは人間が使っている 3D プロッターの方はですね、だいたい丸みを持って作っておいて、あと、まあ、彫刻紙がですね、細い、まあ、のみのようなものですね。いわゆる彫刻刀のようなもので、細く削って作ってますね。いわゆる髪の毛だけは、まあ、飾り的に作るわけです。で、それは、まあ、そういうふうにしているわけですけども、逆に今度はですね、同じデータベースを持ってきて使うということがよくあるわけですね。まあ、そのことは、まあ、ちょっと話大きく飛びますけども、ダ・ヴィンチの描いた絵の中にそれがよく見られますね。顔は全く違うんだけども、同じパターンの、まあ、髪の毛を使った絵というのがたびたび見られるわけです。まあ、つまり髪の毛はですね、いわゆる同じデータベースを使うか、あるいは全く別のデータベースを使うかという、まあ、二つの、まあ、二者択一の問題となってくるわけです。ですから、まあ、ギリシャ彫刻の中にはですね、例えばグラジエーターなどがそうですけども、三体のグラジエーターが、まあ、現在見つかっているわけですけども、髪の毛のパターンが、まあ、体とかね、とにかく腕の脇の傷まで同じなんですね。血管の表現の仕方まで同じなんですよ。全く同じなんですよ。ややポーズが違いますがね。髪の毛だけは違うということです。まあ、その場合はですね、まあ、同じデータベースを使って、やや時間差を置いてデータを取って、そして髪の毛だけは別の髪の毛を持ってきてくっつけたということになるわけです。まあ、しかし、この、ミロのヴィーナスと釈迦立像について言えばですね、
逆なんですね。全く違った像なんだけども、髪の毛だけは同じデータベースを持ってきて貼り付けたということになるわけです。まあ、その辺がですね、我々が神々と呼ぶエイリアンの、まあ、はっきり言えばミステイクですよね。まあ、私のような人間が現れてですね、こんなことまで称号するなどということは考えていなかったかもしれませんね。ですから、まあ、こうして使ってしまったということです。まあ、こうして大雑把に、今ちょうど大雑把にね、見ていただいたところを称号していますけども、同じだということです。細かく見ても同じ。大雑把に見ても同じ。まあ、直感的に見ても同じということでね、まあ、同じだということです。で、こうして色をつけて、私は調べてみました。で、結論として、まあ、ミロのヴィーナスとシェカリュウゾウの髪の毛は同じである。まあ、ここで今、ウェーブに気がつきまして、まあ、気がつけたか、皆さんにお見せしようと思いましてね、それでは髪の毛がやや後退しているということに気がついたわけです。まあ、いろんなことで気がついていったわけですけどもね。で、ただ残念なことに、ミロのヴィーナスの方は上の方がね、冠で押し潰されたような感じで表現されています。ですから実際には、冠を被っていたということになるわけですね。で、まあ、ちょっとついでですけども、ミロのヴィーナスはこの人はペニスがついてるんですよ。まあ、それはいいんですけども。で、そこでまた問題が出てくるんですよね。ミロのヴィーナスにはペニスがある。ってことになってきましたけども、実はですね、ギリシャに残るギリシャ彫刻の女神像、女像と思われる像はですね、目のペニスがついてるんですね。そこはまたその2点、3点の大逆転が起きたわけです。なあち、この左のミロのヴィーナスは、これは首の太さ、顔の感じからして女性顔ではありませんね。いわゆる私たちが知っている、まあ、いわゆる女性の顔ではないということですよね。まあ、男顔だってことです。で、まあ、胸が大きいから、誰しも女だと、女性だと思うかもしれませんけども、まあ、古代の神々というのは、皆、まあ、女性が中心だということですよ。で、まあ、胸が大きくて、まあ、ってことになるわけですけど、じゃあ男がいるかと言いますと、今度は男はめちゃめちゃその屈強なんですね。しかし、まあそのペニスはですね、まあ幼児の袖なんですね。使い物にならない、まあ、ペニスを持っているということですよね。ですからまあ性欲というものはなかったんじゃないかというふうに私は考えてますけどもね。まあ要するに両性具有だということです。女性中心。まあですからこのブッダ像なんかもこれね、よく見ると非常に女性っぽい体なんですね。で、32相経なんか見ますと、ブッダのまあ、ペニスはですね、体の中にめり込んでいたそうですね。いわゆる、まあ、ギリシャ彫刻でいう神の表現と同じ、すなわち、このブッダ像というのは、私は女性像だというふうに今は判断しています。皆さん、ブッダというのは男性じゃなかったんですよ。女性なんですよ。その証明も別のところでしました。また、興味のある方は、私の動画を探して見ていただきたいと思います。まあ、今日はそれがポイントじゃありませんのでね。要するに、左の、ギリシャ彫刻と右のガンダーラ仏の髪の毛が同じであるということです。で、繰り返しになりますけども、髪の毛の細い太いについては、バリエーションが加えてありますから、この順番一本一本見ていくときには、注意が必要です。そして、髪の毛と髪の毛の間に、消えてしまう時もありますが、しかしその髪の毛をスーッと辿ってきますと、またスーッと現れてくるんですね。で、口も先ほど言いましたように、ミロのヴィーナスが幅が狭くなっています。まあ、小作りと言いますかね。まあ、可愛い口になっていますけどもね。しかし、ミロのヴィーナスもこれ、まあ、神様、神なんですよね。要するに、まあ、男も女もない神だということです。で、まあ、ついでに、男像というのも作ってありますけど、今度はその、ギリシャ彫刻においてはですね、男像というのはもうめちゃめちゃ男っぽいんですよね。筋肉隆々として、はい。しかし、ついているものが皆小さくて、まあ、ね、ユースレスだということです。まあ、ユースレスですね。まあ、ペニスでは、男と女の営み、あるいは楽しみは、まあ、やめましょうね、そういう話はね。まあ、私の動画にはふさわしくない、まあ、会話になってきますからね。まあ、要するに、まあ、そういうことなんですよ。まあ、言いにくい部分もいろいろありますがね。話しにくいところもありますが、まあ、しかし、ということです。まあ、こうしてまた別の角度から、この時は点を取ってね。もう、まあ、繰り返しやったのはですね、やはり、こう、なんて言いますか、あまりにもっていう話なもんですからね。自分でこう調べてみて、結論一応出すんですけどもね、その後こうまた迷いが生じるんですね。それはまあ自分の、まあ心の中に潜むと言いますか、作られた常識の中で、まあその常識が、まあ抵抗するわけですよね。ですから、まあ例えばね、今日これでいわゆる
称号終わったなんてね、終わって終わるんですけども、そしてその次の日になりますと、2、3日しますと、本当にそうなのかな、そんなこと発表してよかったのかな、なんてね、後で恥をかくんじゃないのかな、とかってね、そのようにいろいろ迷って、それでまた、パソコンに向かってこうして称号を始めたということです。この称号そのものは、200数号ですからね、もう4年以上、4年近く、ですも4年、今は5年目に入りましたからね、4年近くになるわけですけども、まあ、こうして称号していたということです。まあ、時間がある方は、どうぞ、はい、やってみてください。あるいは私の、こうした称号でね、まあ、その都度、ポーズして、確かめていただくのが最も手っ取り早くて簡単で分かりやすい方じゃないかなと思いますがね。まあそうした苦労私やりましたんでね。当時はですね、面白いことにね、まあこうして番号をつけたり、位置を決めたりしましたでしょ。まあそれと数多くないもん、こともあったんですけども、この形がね、全部頭に、いわゆる記憶に入りましたね。で、まあ、そういうもんですよね。まあそれぐらいまあ、調べたということです。はい。パターンがみんな頭に入った。私自身の頭の中に入りましてね。で、これはこの髪の毛で、これは髪の毛、ここの髪の毛だってことが、頭の中でこう、綺麗にこう、はい、地図のように入りましたね。まあ、ですから、今はもう少しこの記憶がね、薄れてきましたんで、これはこの髪の毛だな。これ今ちょうど皆さんにご覧いただいているのが、そのメインとなる髪の毛。薄い、ちょっと薄い線で見にくいかもしれませんけども、そういうこともわかるようになってきますね。はい。で、この髪の毛は下から何本目って感じでね、わかるんですよね。で、そういったことで照合していくということです。で、先ほどの話、冒頭でちょっと言いましたけども、このやっぱり特徴はですね、髪の毛が、まあ、後頭部に向かえば向かうほど、二つに分かれていくということですね。まあ、そのパターンというのは、シャガ流像、それから、この座像も同じです。逆に言いますと、そこを見ればね、皆さんもどこかでね、ガンダーラ仏を見られたときにね、それがまあ、本物か偽物か、いわゆるまあ、贋作も多いですからね、かどうかということが、まあ、わかると思います。いわゆるまあ、鑑定のときに役に立つわけですね。まあ、先輩ある方からですね、写真を送っていただきまして、これ本物か偽物か見てほしいと、値段があまりにも安いんで、いいのか買っていいのかどうかわからないので、教えてほしいというような、まあ、連絡と写真いただきましたので、で、まあ、即だっていうか、まあ、その時はね、もう頭が冴えてましたから、あ、これ偽物だってことがパッと分かりましたので、こんなの買っちゃダメですよっていうアドバイスをしました。ということで、まあ今こう精査していますがね。はい。結構これ大変な作業だったんですよ。これはこの時はですね、まだ画面上でこう精査するっていう技術がない時代だったもんですから、一回プリントアウトしましてね。そしてその上にこう線を一本一本書いていって、そして精査したということです。そしてそれを一本一本取って、精査して、それをまたスキャナーで読み込んでね。そして一コマずつ線書いて、それからスキャナーで読み込んで、また線書いて、スキャナーで読み込んでということで、まあ大変な時間と労力をまあ必要としました。まあそれは一つの苦労話ですけどもね。まあそうした苦労っていうのは、この今の私のしている作業では、まあ、つきものと言いますか。あ、まあ、当たり前の作業ですからね。まあ、それがしないと、なんて言いますか、精査ってことはできないわけですね。まあ、逆に言いますと、今先ほど言いましたように、まあ、私はもうすでに苦労しましたので、皆さんはね、こうした画像を見て判断なさってくださればいいんじゃないかと思います。で、まあ、結論っぽいことは話になりますけども、いくらね、ガンダーラ仏がギリシャ彫刻の影響を受けていると言ってもですよ、こんなところまで影響を受ける必要はないしね。それから釈迦流像と座像と比べていただくと分かりますように、いくらね、真似して作ると言ってもですよ、髪の毛の中の傷まで同じにする必要はないわけですね。傷があるんですよ。同じ場所に、同じように傷があるんですよ。それもこの前号でね、2002号のナンバー2の方で、皆さんに紹介しましたので、まあそちらの方で、まあ、ご覧になってくださいって言い方は、不親切だってことはよくわかってますけどもね。はい。まあ、ですからまあ、傷まで同じだってことです。髪の毛の中の傷ですよ。皆さん、わかりますか？髪の毛の中の傷まで同じだということです。となりますと、いくら真似して作ると言ってもですよ、そこまでやる必要はないでしょう。ということになってくるわけですね。つまり、同じデータベースを使っている、すなわち、3D のコンピューター、のようなものね、現在私たち人間が使っているようなコンピューター技術を使って、まあ、彫刻しているという風に、まあ、結論が結びついていくわけです。逆にね、
かえってその方が大変なんですよ。というのは、例えばね、全体像であるとか、輪郭であるとか、そういったことを真似するということは、それは可能でしょうね。またそうしなければまずいでしょうけども、髪の毛をですね、全く同じに作るということは、さらにその細かい部分だけにね、さらに数倍、数十倍の、まあ、神経を使うということですよね。まあ、そういったことをやるはずがないわけですね。今ここで何を皆さんにお見せしているかと言いますと、この古代の神々というのは両性具有であったということをまあ簡単に説明しているわけですけどね。子供がいながら、この女性の乳首は全く乙女の、いわゆるまあ、そうした、まあ、出産経験のない女性の乳首であるということをまあ簡単に説明しているわけですけどもね。で、男性のまあ、屈強な、いわゆる体の付けの男性にしてもですね、そのペニスは本当に、本当に幼児のそれですね。で、ここで201号でですね、平和与と、の関係を、まあ、指摘しました。で、これはですね、まあ、かなり、まあ、201号ですからね、私にとっては、遠い遠い、まあ、永遠の昔のような、まあ、作ったような動画ですけどもね、この平和与の兵士で特徴的なことはですね、今ちょっと下の方に割れてるのは見えますね、均等な厚さをしているということですよ。で、これはですね、粘土を紐のようにしてね、そしてくる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 作っていったというふうにして、まあ説明されてますけどもね、でないと、このように均等に、まあ均等の厚さの平和用の兵士というのはできないわけですね。で、これがね、ナスカ理論で証明しているところです。まあさらに現在はですね、私のナスカ理論も進化しましたので、さらに詳しく説明してますけど、これは205前後ですからね。これ今矢印しましたのが平和用から引いてきた線です。注意深くご覧くださいね。このプラットフォームのその上にマウンドがありますからね、そのマウンドを通って下のマウンドまで、これマウンドが残ってるんですよ。ですから上から下に線が伸びてきますね。そして今度はですね、ラフォール、いわゆるプレハビア・ラフォール、それからオリンピアを通ってきた線です。で、この線がですね、これは、違いますね。先ほど言いましたようにね、画面を見ながら話してるもんですから、どうしてもこう、なんて言いますか、話しにくいんですけど、これは平和用ですね。西岸の西、東ですね。ごめんなさい。西岸、逆に言うことが多いんですけども。東30キロのところにも平和よりです。で、その途中に真の始皇帝陵があるんですけどもね。そのラインもちゃんとありますよ。で、平和用の、その、いわゆるまあ、今現在ね、これ、まあ、何ですか、展示館の大屋根の中心部から取ってきた仙台ということを皆さんにお見せしています。で、この平和用についても調べたんですけどね、首とか、まあ、手はですね、着脱式になってるんですね。で、服はですね、もう何十体、まあ、何十体以上も調べたんですけども、みんな違うんですね。バリエーションを加えてあるんですよ。いわゆる組み合わせて書いてあるってことですね。で、同じものは全く同じものはないんですよね。で、この線なんですね。もう一本あるんですね。平和用からの線。しかし、これは真の始皇帝の、領母から来てる線。っていうふうにした方が、まあ、わかるわけで、こちらの方は平和用から引いてきた線です。ここにマウンドがあるんですよ。このマウンドは、まあ、位置を正確に取るためなんですね。このように、まあ、ラッパ型の滑走路の場合には、真ん中にマウンドをつけることによって、まあ、位置を正確に取るということですね。で、左右のラインも、やはり、それぞれの方向に行くという。まあ、これどうしてラッパ型になっているかということを、ここで説明しています。まあ、このあたりから、私のナスカ理論というのは固まってきたわけです。まあ、ナスカ理論を発表して、本当にもう4年になるんですけどもね。はい。まあ、上が、上というか、この、そこに、まあ、マウンドがありますね。このマウンドと、下の、まあ、マウンドと言いますか、頂点と繋げますと、平和用の方向を正確に示しているということです。この今、十字型の、ここですね。この点です。このマウンドありますね。このマウンドと線と繋げますと、これがですね、先ほど言いましたように、オリンピア、アテネ市の、やや北方を通りますけども、オリンピアについては、もう、まあ、真直線からそこを通ります。この今、この線はですね、同じく平和用から引いてきた線が重なっているんですけども、これは、真の始皇帝の両方の方から来ている線の方がぴったり合います。ややその平和用のラインだと、もう見た目にはわかりませんけどもね。まあしかし、私もね、ナスカ理論発表して4年になりまして、この辺がかなり細かく精査できるようになりました。で、これなんかもね、これ、はじめ陶器だと思ったんですけど、銅でできてるそうですね。まあいいんですけども、こうした像が作られているということですね。極めて写実的だということです。で、そういったことでね、ラフォールと、それからオリンピアですね、ゼウス像のあるオリンピアと、それから、平和用と、一つのプラットフォームにまとまるということです。ついでながら横行きますと、
アユタヤ行きます。アユタヤもですね、精緻な彫刻でよく知られてますよね。特にビマーナですよね。まあ、いいですけど、それがまあこれ兵馬俑ですけど、こういった割れた像がありますね。で、この兵馬俑の割れた像の厚さを見たときに、まあこれはどうして厚さが同じにしてあるかと言いますと、まあ作る過程においてそういった作り方をしているというのも取れますし、まあ、焼くときにね、均等でないと、温度差ができますか？温度差によってね、割れますからね。ただね、皆さんご存知ですか？兵馬俑の兵士っていうのは、ここですね、今の、写真が大変こう、興味深い写真です。これはですね、ああいうふうにこう、いわゆる粘土で、あのように元の形を作るということは、今の日本、まあ、日本人の技術でも不可能でしょうね。手の太さも、それから体の太さも、まあ、変わったと言いますか、その粘土の厚さが同じだということです。まあ、今言いかけましたことはですね、兵馬俑、あれだけたおびただしい数の陶器製が作りながらですね、窯がまだ未だかって、窯が見つかってないんですよ。まあ、大きいのになりますとね、2メートル近い、まあ、大きな像、もっとありますよね。ありますけども、それだけ大きな像を焼こうと思ったら、その数倍以上の広い空間の、まあ、窯がないと焼けないんですよね。いわゆる温度を急に冷やしてもいけないし、急に温めてもいけないわけですね。割れてしまいますから。ですから、大きな窯で、徐々に温めて、徐々に温度を低めていくんですけども、窯が一個も見つかってないんですよ。なおかつ、まあ、焼いたはずの炭も見つかってないんですよね。それがこの兵馬俑の、まあ、兵士の大きな謎ですけども、そのあたりにこう焦点を当てて謎を解いている人が、まあ、ほとんどいないというのはとても残念なことですね。で、兵馬俑の兵士はこのように着色もしてあると。まあ、そういったところにも注意していただきたいなと思いますね。そして私はこれ 3D のコンピューターで作ったというその証拠にですね、口を開けている人がほとんどいない。1体か2体あったんですけどもね、それはないとは言わないです。しかし、口を開けている人がいないんですよ。なぜかわかりますか？口を開けてるとね、3D のデータが取れないというか、取りにくいんですよね。わかりますか？例えば現在の 3D プリンティング、あるいはプロッターの方式でですね、こうした像を作るときでもですね、みんな、やっぱり口を閉じてくださいなんて言われますよね。私も一度ね、はい、まあそういった経験をしたことがあるんですけども、結局作っていただけませんでしたけどもね。まあまだね、本当に頼んで作ってもらうと、2、300万円かかるんですね、今ね。もっと、今ちょっと安くなったかもしれませんけどもね。で、まあ口を閉じてるということは、口を開けてますとね、いわゆるまあ、はい。わかりますかね？口が開いてますと、空間、中に空間ができますね。その空間を、まあ、機械が読み込めないわけです。しかし、まあ、この、まあ、兵馬俑を作った、まあ、我々、神々というエイリアンはですね、さらに、こう、高度な、まあ、テクノロジーを持っていたと思われますから、まあ、こうしたものも平気で作ることができたんでしょうね。ですから、まあ、その、空間って言いますか、普通ならば、なんて言いますか、できないような部分までできてしまったということです。で、まあ、このようにして、まあ、兵馬俑と、それから、いわゆるラホールですね、ガンダルブスのメッカー、それから、アテネの、いわゆるアテネの上ですね、それからオリンピアですね、特にね、ゼウス像がありますからね、あそこにはね。ですから、まあ、現在はアテネという街が、都市国家としては中心ですけども、やはりこう、やっぱり、私はオリンピアあたりが、中心地ではなかったかなと思ってますけどもね、それはまだ、まあ、大きいから大都市ってことにもならないわけですよね。まあ、要するに、まあ、またここで兵馬俑に話戻しましたんで、兵馬俑の話をしなくちゃいけませんがね。まあ、繰り返しになりますけども、本当に画面を見て話すってことは結構辛いんですよね。次何話していいか分からない状態でね、いわゆるその、懐中電灯で闇の中を照らしながら歩いてるような感じがしますかね。今、本当にそんな感じがしますね。です、これが先ほどの、プラットフォームです。で、私のナスカ理論でもこれ時々紹介してますから、興味のある方は、林浩司のナスカ理論。林浩司のホームページの方からね、入っていただきますと、で、検索でナスカ理論って引いていただきますと、最新のナスカ理論をご覧いただけます。いわゆるナスカのこのプラットフォームというのは、それぞれの古代の神々のエイリアンの拠点に行く、まあ、プラットフォームであったということになるわけです。で、同じことになりますけども、縦線は、兵馬俑ですね。で、横線は、アユタヤ。それから斜めの線は、ラホール。それからその先で、まあ、プレハピア、ラホール。ラホールはですね、実は注意してくださいね。現在のラホールじゃありません。ラホールの郊外にですね、旧ラホールっていうのがありましてね。その旧ラホールに遺跡が残っているんですよ。そのあたりが、そのあたりに私はいつも手を取っています。で、現在のラホールで取りますとね、ややずれますね。そのラインとは。ですからそこを注意してくださいね。ただ、まあ、
ガンダーラブスのメッカですから、ある程度の幅広さがありますから、必ずしも正確に重なるものではないというふうにまあ考えていただいて嬉しいですね。で、そのラホールとギリシャとつながりまして、その線が真直線にナスカに向かっている。そしてナスカには今ご覧いただいたラインと綺麗に重なるということです。そして平和用のラインと重なるということですね。で、私はこの3者は同じ、まあ、エリアによって管理管轄されていたというふうに判断しました。で、まあ、先ほどの十字架に戻ってきましたね。で、これがスターティングポイントと上に、マウンドがありますからね。それをつなぎますと、新直線にラホール、平和用のテラコタアーミーのね、屋根の、と繋がっていきます。まあ、この時に、ライン理論に、ナスカ理論とライン理論に気がついたと言いますかね。かなりもう今から4年近くなりますけどもね。そして地上に降りてみますと、なぜラッパ型になっているかと言いますと、地上に降りてみますと長方形に見えるんですね。これがまた絶妙なところなんですよ。なぜラッパ型かというと、出発点に、スターティングポイントに立ちますとね、その長方形に見えるというところが、このラッパ型の特徴です。それでから、このランドマークがありますね。まあ、このランドマーク、まあ、これはマウントです。これはマウンドもですね、写真で紹介されてますから、高さが2メートルぐらいですかね、直径が3、4メートルあります。砂利を積んだようなマウンドになってます。これが、目印になってるわけですね。そしてこの目印をつなぎますと、それぞれの拠点につながっていくということになります。すなわち、ナスカの、このラインはですね、それ自体が滑走路であり、プラットフォーム。プラットフォーム理論もね、私、もうすでに発表してますけども、それぞれ関係性の関連性のある拠点に行くときは、そのプラットフォームにラインが集まりますね。例えば山が集まるプラットフォームもありますし、それから北アメリカの拠点が集まるラインもありますし、このように、なんていうか、彫刻で、その共通点があります。プラットフォームもあります。それから、ちょっと離れてますけども、例えば地域によってね、南アジアの拠点とつながっていく、プラットフォームも離れてあります。まあ、そういったことも、私のナスカ理論で紹介していますので、ご覧になってください。要するに、こうして平和用の兵士の像ができたわけですけども、均等の厚さであるというところが、私はこれ大きな謎だと思います。均等の厚さにするということ自体がですね、大変な技術が必要なんですね。でないと、温めた時にですね、割れてしまいますからね。冷やす時に膨張率の差が生まれます。膨張率によって、差ができますからね。ですから、現実に今、例えば、近くの陶芸家の先生に会って話を聞いたんですけども、例えば、陶器を焼く時にはですね、本当に、同じ均等の厚さにしないとまずいですよ。例えば、ボタンのようなものをくっつけたとしますよね。そうするとその部分がね、ポロンと落ちちゃうんだそうですね。急に冷やしたり、急に温めたりしますとね。そうするとダメ。ということで、作り方をちょっと説明してるんですけど、まずこの形を取るわけです。で、大雑把な形を取るんですね。これね、ミロのヴィーナスも同じ方式で作られていると、林氏は判断しています。それは皮膚がペロペロとめくれているところはそう判断しました。で、元の形を作るわけですね。その上に別の粘土をずーっと均等に、塗り固めるわけです。で、外から今度はプロターで掘っていくわけです。ですから、最初の基本形よりも全体にやや数センチ小さい基本形を作っておいて、今度はそれにプラス3センチか4センチを足した、粘土を固めて、はじけておいて、そして今度は、その同じ、形で、外から今度は、それプラス3センチか4センチの厚さで掘っていくわけですね。そうしますと、均等な、粘土ができるわけです。で、円形部の棒はね、曲線部はそれでできるんですけども、この平和用の場合は、ギザギザの線までそれでできているってことはですね、いわゆる粘土をですね、細く紐のようにして作った方式では、ちょっとしにくいと言いますか、できないというふうに、私、林博士は判断しています。すなわち、これは今言った方式で作っているってことですね。つまり、この像を作ろうと思ったら、全体に2センチか3センチ、引っ込めた像を最初に作っておいて、そしてその上に粘土をザーッとかぶせて、そして固まったところで、今度は、プラス先ほどのね、原型よりも2、3センチ大きいところで粘土を彫刻していくということです。そして繰り返しになりますけど、この目なんですね。目だけはですね、これ後でヘラのようなもので作ったとか、私は判断しています。目もですね、口も同じように。で、私ね、変なこと考えてるんですよ。っていうのは何かと言いますとね、平和へはまだ行ってないんですけどもね、行きたいんですけどもね、その鼻の穴がどうなってるかってことを見たいんですよ。鼻の穴っていうのはごまかしに効きませんからね、その口を閉じてくださいっていうわけにいきませんからね。
まだ目も閉じてくださいじゃ困りますからね。ですから目はヘラで作ったんだけども、鼻の穴をどうしてるかな。まあ、今度ね、ヘバヨ行かれました方いらっしゃいましたらね、このヘバヨの像の鼻の穴の中はどうなってるかってことをちょっと見ていただいて、まあ報告していただいたら、本当に林医師は感謝しますね。おそらく鼻の穴があるということはですね、何かでこう、まあやっぱりこう棒のようなもので突っ込んでね、そして鼻の穴を作ったんじゃないのかなと思ってますね。で、ここらは194号ですけども、2013年の2月14日の発表になっています。まあ、こういうのを見てて、ね、いわゆるまあ、なんて言いますか、既存のですね、公共放送が説明しているようにね、日本の頭の上にね、紐をつけて、そしてゆさゆさと揺らしながら運んだという、そういった説がもう馬鹿げて見えますね。そういった説を堂々と公共放送が発表して、私たち、まあ、庶民をね、騙そう、欺こうとしてますけども、こんな像をね、いいですか、皆さん、立ててね、紐をつけてね、ゆさゆさ揺らして歩くというのはいいんですけども、これ途中の道でどんどんめり込みますよ、これだけ大きいもので、重いものであったら。わかりますか、私の意味が。コンクリートのような、コンクリートでも無理でしょうね。鉄筋を、それこそ40センチも50センチも敷いたような上でしたらね、こういった像を置いて、ゆさゆさと立てといて、まあ移動すれば、それは可能でしょうね。まあそれもロープもまた今度問題になってきますけどね。まあそういったものをゆさゆさと左右、そして前後に揺すりながら、そして移動させたというのは、まあ既存のですね、まあ学説ですわね。そうした馬鹿げた説をね、いつまでも信じていて、そして説を流しているということは、まさに戦時中の大本営発表と同じじゃないでしょうかね、皆さん。そういったこともね、今からも70年前と同じことを繰り返して、それを微塵も恥じない日本の公共放送の皆さん、どうか少しは自分に恥じてくださいよ。ねえ。まあ、要するに、まあそうしたものをね、発表しているということですよ。はい。ここで何を発表してる、作ってるかということで、まあ、画像を見ながら、話をしてるもんですから、少し林色して熱くなりましたけどね。まあ、要するに、これ何言いたいかと言いますとね、ガンダーラ仏、それから、ガンダーラ仏っていうのはギリシャ彫刻の影響を受けてますから、ギリシャ彫刻のような服装を着てるの分かりますけどもね、日本の観音像がなぜ、ギリシャ彫刻と同じ服装を着てるかということなんですよ。右はですね、これは古代ギリシャの服装ですね。それ一目瞭然なんですよ。これ発表しましたら、ある研究家の方から猛烈な抗議が入りましたね。どうして君はこれをね、古代ギリシャの服装だって生きるんだ。そんなことは見ればわかるでしょうが、ってことが私の持論なんですよ。左が古代ギリシャの、服装です。そして右が観音像の服装です。そして中央に置いたのが、これが、ブッダの服装です。おかしいでしょう？日本の観音像が古代ギリシャの服装の影響を受けたってのはわかるんですけども、逆行してる、どうしてガンダーラ仏が古代ギリシャの服装を着てるかってことになるわけです。ですからまあ一般的にね、説明されているのは観音像というのは、まあ今で言うね、ある。アフガニスタンあたりで古代ギリシャの文化と融合して、それが中国入って、中国から日本に来たから、日本の観音菩薩像は古代ギリシャ像の服装をしているということに説明されてますけども。じゃあお聞きしますが、どうしてガンダーラ仏が古代ギリシャの服装を着てるんですか？今ちょうどそれを皆さんにお見せしていただいてますけども、今丸が示したところがラホールですね。で、この間が4600キロですからね。4600キロ離れて、そうもこうも影響を受けるわけないわけです。そして観音像はこの魔界線を通って、日本に入ってきてるわけです。その途中で、まあ、ギリシャの服装を着るようになって、表現されるようになって、日本の観音像というのは皆ご存知のように古代ギリシャの服装をしているわけです。インドや中国の服装じゃないんですよ、皆さん。古代ギリシャの服装なんですよ。見ればわかるでしょ？一目瞭然っていうのはそういうことを言うんですよ。そして、ガンダーラと、手からアテネをつなぎます。この線ですね。この線が新直線に、オリンピアで新直線通ります。で、アテネのやや北方の、アテネ行っても大きな町ですからね、通って、そしてこの線が先ほど言いましたプラットフォームへとつながっていきます。そのプラットフォームには、ここですね。先ほどの十字形のプラットフォームです。これは簡単にね、ラスカーざーっと見られますと、この十字形の、プラットフォームは、やや、まあ、なんですか、北東部にありますからね、いますか。この断崖絶壁なんですよ、これ。もうその上は山じゃないんですよ。私もずっと騙されてたんですけど、その上は断崖絶壁なんですよ。そして、まあ、ここにあるわけですけども、この線が、その今言いましたラホール、オリンピア、それから引いてきた線です。そしてその線がですね、ここで重なる。そして右の方にちょっと見えますけど、それが先ほど、平和洋から引いてきた線があるプラットフォームです。そしてもう一つあるんですね。
で、これが、まあ、この線を注意深く見ていただきますと、この線と、ややこれね、細い滑走路なんですけども、上部と下部でやや斜めに横切りますかね。そして、その左のプラットフォームにつながって、そのプラットフォームには、平和用からの線、もう一本、平和用のラインが3本ありますけどもね、2本がわかりやすいです。まあ、それだけ重要な拠点だったということになるわけですね。まあ、そういったことも、この、ライン、ナスカ理論でわかります。そして、その、まあ、右がね、私は本当のブッダ像じゃないのかなと思いますけどね。まあ、こうしたガンタール仏があるわけです。髪の毛だけはね、顔が同じなんだけど、髪の毛だけが違うという、これが座像ですね。釈迦座像。これが釈迦龍像の立っている像ですね。像です。まあ、余談ですけども、私ね、初めて見たときにこれ、釈迦、龍像じゃなくてね、立像と言ってたんですよ。そうしましたら、ある方からね、君はその、正しい日本語の読み方も知らない、どしろとか、なんてね、書かれましたけど、日本人ってのはそういうことにこだわるんですね。幼児の時からね、止め跳ね払いね、掛け順だとか、そんなことばっかり教えられているもんですから、そういった思考回路ができちゃってるんですね。まあ余談ですけども。ですから、その細かいことばっかりやってるもんですから、まあ作文を書いて、自分の意見をね、相手に伝えるという部分が書けちゃうわけです。ですからもうみんなね、小学校3、4年生になりますと、作文嫌いって言いますね。そんなことやってるならやめたらいいんですよ。そんな止め離れ、離れた掛け順だとかね、それから手に輪とか、そんなことばっかり注意するもんですから、子供たちがね、いわゆる書いて自分の意見を発表するという意欲をなくしてしまうんですね。いわゆるパターンに当てはめていくというのは、日本の教育の根幹ですからね、教え育てていくっていうのは、そういった教育ではなくて、文字とは何のためにあるんだということですよね。相手に自分の意思を伝えるためにあるわけですから、手におはや、書き順や、ねえ、それから止め跳ね払いなんてどうでもいいわけでしょ。そんなことばか神経使って子供に1年生入った途端に、そんなことをね、ガン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 言うもんですから、子供はね、文字を書くことに、まあ、怯えてしまうんですよね。その怯えというのが、いわゆるまあ、作文教育とつながっていくわけです。まあちょっと批判して悪いですけども、そういったことを、まあ、流れの中に、皆さんの思考回路の中にありますからね、釈迦龍像だろうが、釈迦立像であろうが、そうでもいいじゃないですか。そうでしょ？例えば、ガンダーラだって、ね、現地行けばガンダーラになるわけですからね、ブッダだって、ストダーナ・ゴータマだって、ネパールのね、ルンビリの人に行きますと、ストダン・ゴータンって言いますからね。わかりますか？私の言ってる目が。そういった細かいことを言ってるもんだから、まあ、なんて言うか、島国根性って言いますかね。小さな小さな世界で、小さな小さなことにこだわっていることになってしまうんですよ、皆さん。もっと大きく視野を持ちましょうよ。宇宙から地球を見ましょうよ。宇宙から人間を見ましょうよ。っていうのが、林宏の基本的な考え方なんですよ。まあ、ちょっと余計なことですけども、思い出しましたので、まあね、私はそう思うんですけどもね。まあ一応、だけどね、そうした人たちにも満足していただかなくちゃいけませんので、まあそれ以後はね、釈迦、龍像というふうに読むようにしています。サイトバルムの時も叱られましたね。私、サイトハラって読んでたんですよ。そうしましたら全く同じように書いてきましたね。どなたかからね。覚えてますか？お前はね、地名の読み方もわからないような、どしろとか、なんて言われましたね。まだ最近もありましたよ。茅野市のね、例の、ビーナスね、縄文ビーナス派遣されたのはあれ、いわゆるまあ、諏訪湖から見て、小東にありますからね。小東と読むとそうですね。しかし私のこの住んでる、静岡県浜松市の方ではですね、古島と読むんですよ。ですから私ね、茅野市の古島にあります、古島で縄文ビーナスが派遣されました、なんてやりましたらね、やっぱり書いてくるんですね。君はその地名の読み方も知らない、どうしろとか、って。はい、私は地名の読み方も知らない、ど素人です。そんなこと知るわけないでしょうが、茅野市の小東を、まあ、小東と読むなんてのは、私の浜松では古島と呼んでるんですよ。浜松皆さんご存知ですよね。浜松市の、いわゆるさなる子の、さなる子じゃ浜の子の東、古島と言うんですよ。はい。まあいいです、そういうことはね。まあそういった細かいことばっかりこだわるのが日本人の特徴ですね。皆さん、そんなことじゃいけませんよ。宇宙は広いんですよ。日本だけの神様がいるなんて考えちゃいけませんよ。アジアだけの神様がいるなんて考えちゃいけませんよ。地球だけの神様がいるなんて考えちゃダメですよ。それこそその神様に対する冒涜というもんなんですよ。というふうに、まあ、ちょっと熱くなりましたけども、そのように考えてまして、余計なこと話しますね、私ね。今、私が皆さんの伝えしたいことは、この赤い、このライン、右から引いてきたこのラインがですね、今言ったラホール、それからその先、プレハビアですね、プレハビアルンビニ、それから、アテナを通ってきた線です。そして、この縦の線ですね。まあ、上から来てるブルーの線ですけど、これは平和用から来てる。こうしてプラットフォームがここに集まるということですね。このプラットフォームには2本の線がありますね、上辺。これも絶妙な位置へと繋がってるんですよ。
まあ、ついで言いますと、上がバビロン、下がペルセポリスです。バビロンもペルセポリスも、まあ、ペルシャの、まあ、王国です。まあ、そういったことで、まあ、つながっているということです。まあ、要するに、これ、兵馬俑の兵士ですね。目のところだけ、こう、いわゆるヘラネの目でカットしてありますね。鼻の穴をね、一生懸命調べようとしたんですけどね、影になって見えないんですよね。まあ、繰り返しになりますけども、まあ、もし行かれる人がいらっしゃいましたらね、どうか兵馬俑行かれましたら、鼻の穴の中を調べてみてきてください。スカートの下はどうなってるかということは割れたものがありましたからね。それでわかりました。塞いであります。で、まあ、これ、常識ってものをこの前後にね、本当に皆さん、多分ね、新しく私の動画見てくださった方はですね、驚きだということをよく書いてくださいますけども、私自身も当初、本当に毎日が驚き、ワクワクの連続でした。まあ、本当にそういう意味ではね、本当に楽しい4年間だったと思いますね。で、この8月から5年目に入りました。ですから前にも言いましたように、まあ、いわゆる修士課程に入ったんだね、なんてね、ワイフと笑ってますけども、まあ、あと2年間ね、修士課程やって、いよいよその後ね、博士課程に入りますからね、頑張りますよ。まあ、要するにこれ、修士課程、まあ、入れてますから、まあ、このまだ、学部に入学した状況での作った動画ですけども、常識というものほど当てにならないものはないな、ということが、この一枚の写真で分かりましたね。こんなものをね、2、3キロ、あるいは4キロ離れたところで岩場を切り出してね、そしてここまで運んでくるということが、まあ、どんな作業であったか、ということですね。で、この時ですね、古代ギリシャの衣服をまとっているって、まあ、発表したんですね。そうしたら、怒りの、当初はね、皆さんもね、遠慮なさらなかったせいもあるんですけども、本当に辛辣な、まあ本当に、まあ、それこそ、林さん、あんたは頭おかしいよなんてね、言った人本当にいますよ。テレビ局のスタジオのど真ん中でね、日本をまあ今、でも有名なお笑いタレントさんですけども、ギリシャ彫刻は 3D コンピューターで作られてますなんてことを言ったんですけども、その途端にその言葉が返ってきましたね。まあ、今もそうじゃなくて、ね、ちょっと注意したいと思うことがありますね。それはどういうことかというとですね、私いろんな人からいろんな意見とかアイデアいただいて動画作っていきますよね。それでね、時々って言いますがガセネタをつかまされることがあるんですよ。例えば中国のね、軍事基地の周辺のね、写真を見せられてね、まあそうやって引っ掛けてくる人も当初は多かったですね。からかってやれっていう感じですね。あるいは写真をですね、加工してね、左右反転して同じものがあるけど、これ君はどう思うんだっていうようなことで、本当に、まあそういう、その都度私は引っかかりました。正直言います。が、しかしですね、引っかかりながら学習して、そして人間というのは利口になっていくんですね。ですからその利口になる部分で、まあ、いろんな失敗してきました。で、それは認めます。そして引っかかって、まあ失敗して、とんでもない世界に入ってやって、あ、これは間違いだってことも、私の世界ではありました。それはまあアカデミックの世界とは、まあ、違う世界なんですよね。いわゆるまあ前人未到の世界ですから、手探りで進みますからね。で、間違いというのはあるわけです。で、しかしその間違いをしてね、へこたれていたんでは、先へ進めないのが、この謎解きの世界なんですね。で、その過程の中で、自分の中で、取捨選択していくわけです。どういうことかと言いますと、自分が調べておかしいなと思う部分についてはね、二度目はもうしませんね。その部分で学習するわけですね。しかしそうではなくて、おかしいなと思う部分から、さらにその向こうの謎へと繋がっていく部分があるわけです。その、さらにその向こうの謎に繋がっていく部分でですね、どんどん深くなっていくわけですね。そうした取捨選択っていうものがあるわけですね。わかりますか？そういう部分でですね、ですからまあ、いわゆるまあ、どんどん現在にこのナスカ理論が繋がっているということはですね、それだけ奥が深かった、イコール私は自分でその都度、いわゆる正しいか間違っているかということを確かめながら来たということです。言い換えますとね、もし間違っている部分をね、繋げていきますとね、そりゃ気分悪いですよ。嘘をつくことになりますからね。ですからそういった動画は途中で作ってもうすぐ捨てますね。まあ未発表のままもうボツにするわけです。だってそうでしょ？人間っていうのはね、誰か賢人が言ってますけども、自分で嘘だと信じてることを信じ込もうとすることほど苦しいものはないわけですからね。まあ、特にですね、私の場合こうして謎の点と線をやってるわけ。いわゆる別バージョンの人間史をやってますからね。信じがたいのことを皆さんに話しているわけですね。そういった人間がですね、嘘をついたらおしまいでしょうが。そう思いません？嘘をついたらおしまいなんですよ。微塵の信用もなくしてしまったら、それでもう私はおしまいなんですよ。
やっぱり林言ってることは嘘だーっていうのも言ったら、もうそれでおしまいでしょ。だから私のような人間ほど嘘はつけないんですよ。またつかないんですよ。間違えることはありますよ。間違えることはしょっちゅうありますから。でもそれは後で訂正すればいいことでしょう。そういった部分でですね、嘘はつけない人間なんですよ。また嘘をついたらおしまいなんですよ。逆に嘘をくれた情報の人とはね、もう二度と付き合いませんよ、私は。もうブラックリストにしっかりと載せますから。ですからまあ、そんなこと、注意してくださいよ。私の、まあ、いろいろコンタクトを取ってきて、いろんなね、嫌がらせしてる人いますけどね、IP 番号っていうのは、私の方で全部伝わる仕組みになってますから。だから、いろんなことなさっても、IP 番号の方から、あ、その人だなってわかる仕組みが、私の場合は作ってますからね。はっきり言えばブラックリスト作ってますから。ですから、そういったことをした人がですよ、私にまた二度三度って、まあ、やっても、それは無駄ですよ。やめた方がいいですよ。ということは、まあ、余計なことですけども、そういう部分がやっぱりありますね。ですから、嘘をつくということはありえないんですよね。私のような立場だから、嘘はつかないんですよ。それこそ、まあ、嘘を押し切ってしまうということはできないわけですよね。それほど、それはもう本当に苦しいことですからね。先ほど言いましたように、ある賢人が言っているように、自分が嘘と信じていることを本当だと思い込んで、まあ、動画を作るってことほど苦しいことはないということは、私自身が経験してますね。経験しているんですよ。ですから、そういったも武道が作る前からも発表しないですよね。裏を返してみますと、どん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 ナスカ理論にしてもあちこち繋がった、こっちでそういったことが証明された。そうだそうだってことが深まっているからこそ、4年も続いて、今、私は堂々と皆さんにそうして発表できるわけです。まあ、新しい分野に切り込んだ部分については、またあやふや心配なところもありますけども、こうしたその部分について、今日ちょうど皆さんにご覧いただいている部分についてはね、まあ私は何度も、いわゆる反数的にね、反数というのは牛がね、なんか食べて、また口に戻して、また胃に戻すというのことをやるようにですね、反数的に、まあなんて言いますか、自分で自問自答しながら現代に来ているということですね。ですから、そう簡単にはって言いますか、まあ、崩せないと言いますか、私自身も揺らぐことはないですね。はい。で、今こうして、今から4年ほど前に作った動画を改めて見ながらね、やはり私は断言できますね。私たち人間というのはですね、常識の奴隷であるということですね。だからアインシュタイン言ったんですよ。常識などというものはね、18歳の時までにできた偏見の塊であると。そして私、林秀司はこう言いますね。常識というのは思考力を省くための便利な道具であるということですね。まあ、常識があるがゆえに楽になっている部分もありますけどもね。しかしその常識というものが邪魔してですね、そこにある真実を見させようとしないということも、これまたあるわけですよね。ですから、常識というものをまず疑ってみたらいいですね。このラインについてですね、まあ、先ほどの日本の公共放送はですね、インカ人たちが棒を持って一列に並んで、そして号令とともに舌をですね、ほうきで吐いて、このラインを作った、などというようなことを、まことしやかにテレビで堂々と説明してますね。そして、例によって例のごとく、その道の権威者なる人をね、横に並べて、あるいは名前を取って、肩書きを並べて、そういったことを発表してますね。いいですか？あれはね、その学者が発表したいと思ってるから、ああいった番組ができるんじゃないんですよ。皆さんご存知でしょ？テレビはね、企画ってものが、プロダクションの方で企画ができて、そしてその企画に沿って番組ができていくわけですね。その時に、あの教授が便利だぞ、この教授が便利だぞ、この人ならばね、出てくるだろうということがリストアップされてますから、そういった教授を連れてきて、そして、まあテレビ局が作っていくわけですよね。ですから、逆に言って考えてくださいよ。じゃああなたが一人の教授で、私はこれを発表したいんだ。じゃあテレビ局を持って行って、なんてことはしませんからね。そんな時間も労力もありませんよ。めんどくさいから。要するに、回した番組ができるということは、そうした番組を作るテレビ局が作っているということなんですよ。ですからそうした番組を作るということは、テレビ局に責任があるんですよ、皆さん。先ほど言いましたようにね。モアイの頭にですよ。イースター島のモアイの頭に紐をつけて、ゆさゆさと揺らして移動させたっていうことをね、そういった番組が流れたら、それはテレビ局の責任なんですよ。現に今そうでしょ？逆に今と言います、このラスカラインについても、インカ人たちが何千人も並んで棒を立てて、そして一列になって号令とともに舌を吐いて作ったっていうことを説明していますけども、それはそういったことを発表したいという学者がいたから、そういった番組ができたんではなくて、そういった番組を作るという、まあ意図があって、それに合わせて後から権威者を連れてきて、並べて作ったということが、まあ、現実なんですね。それは皆さんご存知の通りだと思いますよ。いくら私がここで珍しいことを言ってもね、テレビ局は絶対に来ませんから。私の方から働きかけても来ませんからね、これは。来ませんよ。
が、しかし、どこかで火がついて、そうでないということが分かったときには、そういうふうに動くということです。要するに、これが常識ということです。そうして、私たちの常識が作られているということですね。まあ、大変熱くなりまして、とんでもない話をしたいように思いますけども、私は強く強く、そのように感じます。皆さん、一緒に常識を破っていきましょう。そして、新しい世界を見ましょう。それが、皆さんに今日お伝えしたかった、この、2002号のナンバー3ということになります。余計なことを話してどうもすみませんでした。バイ。